オックスフォードユニオンオックスフォードの誓いは、オックスフォードユニオンの学生により1933年2月9日に賛成275票、反対153票で採択された決議である。その決議は、この学生クラブはどのような状況かであれ、国王、国家のために戦争に参加することを拒否する。と述べている。国王と 国家論争の結果としての決議はより一般的にオックスフォード先生として知られている。後にイギリス首相になったウィンストン・チャーチルはこの決議をあの卑屈、貧性下劣で恥知らずな告白と断罪した。その10日前にアドルフ・ヒトラーがドイツ首相に就任したことに鑑み、チャーチルはこう言った。私はドイツで、 優秀な壁岸の若者たちが古来からの歌曲を歌いながらドイツ帝国のすべての道路を更新し徴兵を要求する場面を考える。彼らは最も破壊力のある兵器を求め祖国のために死ぬことを渇望している。私はイタリアで情熱的なファシスト党員が巧妙な指導者をいただき国家への義務を厳格に受け止めている姿を考える。 私はフランスが心配性で平和を愛し、骨の髄まで平和主義者でありながらも、徹底した武装を持ち世界の大国として生き残ることを決意していることを考える。これらの人々がこのメッセージを読んだとき、その国民としての決意の唇が軽蔑で歪むのが目に見えるようである。そのメッセージは、オックスフォード大学から若い英国国民の名で発信されたのだこの決議は、世界中で、 多くの騒ぎを巻き起こし、大反響を起こしたとされる。ジョゼフ・アルソップによれば、この決議は、ヒトラー自身に、極大の印象を与えた。ヒトラーの軍事的決断にその将軍たちがことを、唱えた際に、この決議を繰り返し引用したのである。1935年4月12日に6万人の、大学生が、アメリカ版の決議を、オックスフォードの誓いと呼び署名をした。 その主張は国王や国家のために武器を取ることをしないという宣言であった。コロンビア大学ではその日に3000人の学生がその誓いをした。この集会にはロジャー・ボールドウィン、レインホールド・ニー・ビュアとジェームズ・ウェッチスラーが演者として出席していた。この誓いの公式の学装のものは2004年に窃盗にあっている。ありがとうございます。